Thank you.
くお願いします。どうでした？そうですね、やっぱインサイドが一概いないから、もう一本落ち着かせたいときとかに、やっぱこうボールを入って落ち着くっていうのがなかなかできないから、そこをちょっとなんか どうしていくかっていうのをちょっと考えないといけないなと。簡単にこうポンポンってレイアップ決められた後とかに、そういう一回なんていうのタイミングっていうか流れを止めてゆっくり攻めるとか、そういう、まあ、セットプレー以外でそういう、まあ、プレーができればいいのかな。まあそのノースリー、まあ、中盤は決められてしまったんですけど、まあ、最初の方はしっかり、まあ、みんなでコミュニケーションを取ってノース設定できたりとか、あとはまあ自分たちがシュート決めた外した後のまあピックアップのディフェンスのとことかをしっかりまあできてたから、怖かったね。まあ1試合目よりもまあ個人的にもまあチーム全体的にもまあ動きは良くはなったし、全然戦えてたんですけど、まあやっぱ終盤でその自分たちがもっと雰囲気がちょっと盛り上げられなくて、ちょっと相手に先行されてしまって、そのまま、まあ、相手にそのまま負けてしまったので、そこは課題なんですけど、以前のラウンドよりも確実にそのレベルアップはしてて、あと本当もう少しのところまでは来てると思うので、ここからまた練習でどん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 レベルアップしていけば絶対勝てると思うので、そこをまた切り替えて頑張っていきます。まあ、個人としても、まあ、1戦目よりももう自分でアタックもできてたし、その合わせからの簡単なシュートとかもあったんで、そういうところを自分はどんどん増やしていって、チームの活躍を出てきたらと思います。良かった点は、まあ、2試合通して前回のなんかそのオフェンス面とか、まあ、個人的な話なんですけど、それは修正できてシュート決めるなんて良かったかなと思うんですが、まあ、課題としては、まあ、スマッチをついた時に、まあ、しっかり決めきれてないので、そこをしっかり体格を生かしてメイクしたいと思います。はい、チームでやることがやっぱ一貫しているので、やっぱこうワンオンワンやってるように見えて、結構最初の連携プレーでしっかりピックアンドロールでずらしてパス入れてくるとか、パス入れなければシュートとか結構一貫してできてたので、やっぱそこは 3X やる上では結構大事なことになるので、僕はちょっとしっかり伝えるようにしてみようと思います。今より結構体を使う場面が前回の開幕戦では多かったので、途中疲れちゃったので、もっと早く交代して、フレッシュにまたコートに戻れるように、まあ、それもこうゲームの組み立てだと思うので、頑張ります。そうですね。結果としては、まあまあ悔しい。どうしたことでつけるバス、まあ、どちらかというと、まあ、2試合目は勝てる可能性があった中で、まあ、落としてしまったので、まあ、純粋に、まあ、チーム力というか、やっぱりこう勝負どころの連携だったりですとか、まあ、点の取り方、まあ、そこが相手の方がやっぱ上手かったかなって思います。まあ、おそらくその頑張って追いついた中で、まあ、その交代のタイミングだったりとか、あとはキーマン、相手がどこで攻めてるかっていうのをちゃんとスカウティングをして、やっぱり途中でパターンが分かってくるとスティールの場面もあったと思うので、なんかそういうところ、相手がどこで次攻めてくるかっていうのをチームで統一認識を持って、まあ、対応していく、やっぱ勝負どころ相手もエースだったり点が取れるところで来ると思うので、まあ、そこをしっかり止めていくことが課題かなと思います。まあ、ただ全然下向いてないですし、まだシーズン長いので必ず勝てるように作り上げます。チャンネル登録お願いします。お待たせしました。
改めて、ラウンド2に向けて、応援していただいた皆さんありがとうございました。本当に同じことになるんですけど、まだまだ諦めてませんし、チームとして良くなってますので、後半のラウンド、に向けて必ず、強いチームにして勝ちをお届けできるように頑張ります。引き続き応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。来たよ。また次も頑張ります。ありがとうございました。次こそはワクワクドキ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 ワクワク筋トレ再開します。ほう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 、豊富やん。次回予告確かに見とけよ。